にちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、自己紹介からお名前からよろしくお願いいたします。はい、キャンディーミルキーと申します。はい、ご職業は？ご職業は、SJC というところに属してまして、はい、世間ではこれをシルバー人材センターと言いまして、掃除の仕事をしてます。キャンディさん、とてもシルバーには見えませんが。超シルバーです。あ、そうなんですね。絶対ゴールドにはならないシルバー。今日もあの素敵な可愛らしいお洋服を着てあのいらしていただいて本当にありがとうございます。キャンディさんはこの素晴らしいお洋服をご自分でお作りになられてるんですよね。そうなんです。はい、自分で。母親が内職で着物を縫ってたの。で、学校から帰ると、うん、針に糸を通して針山にいくつもこのやるとか、はいはい、手伝ってたら母親が、うん、こっからここまでゆっくりでいいから一人一人縫ってごらんとか言われて、で縫ってみせるとシュッと抜かれちゃうんだけど、まあ目立たないとこだったのも縫ってたりはしてたわけ。あ、そうですか。で、まあ、あとはほらこういうのを始めるようになると、うんうん、今度デブだったから着るものがない、うん、と自分で作るしかないっていうんで、うん、徐々に始めていくんだけど。はい、なるほどですね。生まれはキャンディさんはどちらですか？ここです。あ、はい、大田区は蒲田、うん、あ、そうです。ここの公園は子供の頃に、うん、本当にザリガニを取りに。ご兄弟はいらっしゃる？うちはね、はい、4人兄弟で、ええ、男男で末っ子なの。あ、そうですか。だから甘やかされて育って、うんうん、本人はそんなつもりはないんだけど、やっぱり母親はお前が一番可愛がってたよっていうふうに周りからみんな言われるんだよ。お母様がお家でそうやってお裁縫されていて、うんうん、お父様はどんな方でした？親父はね、機械工だったの。旋盤工で、かなり腕のいい旋盤工だってことで、結構な収入はあったらしいんだけど、酒飲みなの。でみんなお酒で使っちゃうの。あ、はいはい、お父さんは、はい、給料で酒は飲んだけど、それ以上にちゃんと給料入れてたよっていう。なるほど。姉は、末っ子で母親びいきだった私に、はい、父親の実像を、知らないままでこう、行くのはまずいと思ったんやね。ほんと最近、教えてくれて、そうですか。そのお父さんはちゃんと家庭を支えてたお父さんだよって話を聞いて、そうですか、立派なお父様だということで、もう別に恨んでたわけじゃないけど、もう同じような年になってくると、親父は親父で大変だったなと思いがあるんだけど、そうですね、そういう家系をね、改めて、見つめ直すとね、なるほどですね。意外と知らない父親、意外と知らない母親っていうのがあったなと。どこの家庭もそうかもしれませんね。お風呂屋さんに小学校行く前、はい、まだ5歳か6歳の頃だね、6歳で小学校行ってるの時に、はい、近くのお風呂屋さんに行くのに、はい、姉と私で行くんだけど着替えを持たされるわけ。はい、その時にどこで取り違ったか、姉のもんと私のもんと取り違っちゃったの。あら、まあお姉ちゃんの持ってきちゃったんだね、きっとって言いながら、どうしようって言いながらも、これは姉のあれだけど、間違って持たされたんだからって、これは堂々と着て帰れるなって言うんで、堂々と着て帰って、なんか嬉しくって、帰りの夜道を遠回りして帰った思い出が。その時からもうそれ以前からも興味があったんですね。姉のね、レースのいっぱいついたブラウスとか見てると、もう羨ましくって、いいなってなぜか分かんないけど、いいな。小さい時にどんなもので遊ぶのがお好きですか？いやいや、お人形さんとか。いやいや、そうなんだ。男の子の。もう男兄弟ね、男が3人、女が1人だから、もうそれこそ、その頃、小学校入って時代からもう読み始めたのが、もう、
あの軍艦だ飛行機だ。じゃあ趣味はあの男の子だったけれども、うん、そのお洋服に関してだけはその可愛らしいもの に、うん、に憧れて、その趣味と同じように、うん、女の子のパーッと膨らんだスカートとか、はい、襟元がもうレースでいっぱいのブラスとか見てると、ああいいな、着てみたいと思いました。いやもう、まあ、着てみたいと思っちゃう。でもなんかね、気がついたらしいんだよね。気がついたらしいんだけど、何も言われない、何も言わなかった。そうですか。でそんなあれがずっとね、小学校の頃はもうずっと悶々と続くんだけどね、でもこれはおかしいよなっていう。そんで自分でセーブし始めるわけ。これはいけないんだって。はい、恋愛対象は女性。もちろん当時高校時代がロックアウトで、まともに勉強してないの。でこれあの工業高校だから単位はもう工業高校大学しちゃいけないから、はい、でもそれでもってんでやり直したいなってんでね、選んだ道が定時制高校に入ったの。で結局定時制高校4年通ったんだけど、2年生までしか進級しない。だから昼間3年間一応在籍したじゃん、はい、で定時制高校で4年間在籍してるから、合計7年間高校生やってるわけ。時代が一番ね、一番女装から離れた時代だよね。なるほど。女装ったものが頭から抜けた時代。夜通ってる時に、なんか女の子は寄ってくる子がいて、俺は高倉健で生きるんだと、女なのに構ってる暇はないとか思いつつ、ついついほだされて、ほだされてなんて言うとあれだけど。で結婚するんだけどね、で学校辞めるわけ。あ、なるほど。4年間行って2年までしか進級できないんだったらこれは卒業できねえし、もうそろそろ年貢の納めの時かなってんで結婚して、ポンポンポンと子供産んで、何人お子さんですか。うち3人、で平穏無事に人生を送るんではないかと。で奥さんと一緒に自営業で、あの印刷の監視だっていう仕事始めて、順風満帆だったのに、ある日テレビを見ていたら、松田聖子が出てきて、真っ白なドレスとふわふわの、あれを見て歌ってるのを見た瞬間に、頭の中でね、バチンっていうね、スイッチが入る音が聞こえたよ。ある日雑誌を見てたら、女装クラブの雑誌が出てたの、広告が、でここに来ると女装ができますって言うんで、女装クラブでも行ってみようかなと、行くんで訪ねて行くんだけど、待てよ、女装クラブなんて行くようになったらもう俺人生過ごすんじゃねえかなと、で入らないで帰る。でもやっぱり行くんだけど入れない。半年くらい繰り返すわけ。もうである日も突然えいや飛び込んだ。もうはっきり4月4日、扉を開けたら女装の方がいらっしゃるんですか。じゃなくてね、まず受付があって、受付は女装用品、ちょっと女の子のものを売ってて、でさらに上は化粧ルームと着替えルームになってて、一番上がサロンになって女装の人がいっぱいいるわけ、で化粧したり着替えたりするところではまだ女性スタッフがいて、初めてとか初めてです、カツラをかぶった瞬間に変わるわけ。嬉しかったですか。いやなんかこうね、化粧は初めてじゃない、でちゃんとそういうの衣装も着たのも初めてだし、で堂々とそれで人前に出られるんだと、でいよいよ一番上のサロンだとこに上がるわけ、そこでね、今新人さん上がりますって言うわけよ。上の方でもって親分格の人が待っててくれるわけ。階段、順番の階段を上がっていくんだけど、さてこの上の世界はどういう世界だろう。何人ぐらいいらしたんですか。その時50人くらいいたね。そんなにびっしりいたパーティーだったから。へえ、びっしり。年代、もう年代はそれこそ若い子から、本当10代の子からもう60、70ぐらいの人まで。結構だって今から何年前になるんだろう。37、8年前で、今でこそね、なんかこの女装とかあと LGBT とかね、皆さん理解があるけど、そんな昔からたくさんいらしたんですね。言われたのは
女の子の格好が好きなんで、うん、ほとんどの人が男が好きなわけじゃない。そうして、うん、お家へ帰らなければいけないんですね。その後、うん、奥様とお子さんがいらっしゃる、うん、その時はまた全部落として、男性の格好で帰る、うん、それがどれぐらいの間そういうの続いたんですか、内緒でされてたっていう。3年ぐらいかな。3年、その頃経つと今度自分でね、あの女装クラブではもう飽き足らなくなって外に出るようになっちゃう。あ、一人で。そうすると今度はもう毎週のように原宿行くようになって、女装クラブ行かなくなっちゃうんだけど。なるほどですね。そう、あの原宿の生活が始まるという。そうするとお化粧品とか、あのお洋服をご自分でどこかへ隠しておくわけですか。あのね、当時自営業だったから、はい、あのね、しかも半紙だっていうのは、ちょっとした現像設備があるの、印鑑紙を現像する、で現像室のがあって、ここには入らないでくれと、光が入ったら、その観光材がいっぱいあるから、つってかみさんや子供には言ってたから、絶対に入らないところがあったから、ここにみんな、ゴミ袋に、黒いゴミ袋に入れて置いてあった。ああ、なるほどですね。ただみんな、ところがね、何か、何ね、寝ぼけたのか、朝自分で捨てちゃうのよ、それを。ああ、しまったと思って行ったらもういないんだ。もう全部。大事なものが。で、100均なんかないから、安い化粧品がないのよ。なるほど。で、化粧品だけで集めれば1万円ぐらいになっちゃうから。ショックでしたね。で、あの、あそこにトイレ、あそこに、あれ、そこにトイレがあるんだよね。あ、今もうなくなっちゃった？トイレがあるんだけど。なんかありました。そうあってね、そこのトイレで着替えたの。あ、そうなんですか。すぐそこに住んでて、一戸建ての家買ったんだよ。最後、あの、女装が原因で仕事しなくなって、売ることになっちゃうんだけど、そこの、あれからそこのトイレに来て、そこで着替えて。すごい近いところに来る。それ、あの、奥様なんか全然気づかなかった。いつ気づかれたんですか、いつのタイミングで。そうやってほら、女装するようになると、仕事に身が入んないんだ、やっぱ気がね。そうすると、こう、夕方になると女装クラブ行っちゃうし、でどうも夕方になると親父どっか出て行ってると、なんかそわそわしてるみたいな、酒も飲めないし、博打やる親父じゃないのに、女かなと思ったらしいんだけど、で結局そこの一戸建ての酒売りを手放すためになるわけ。ろくでもないね、ろくでもないよ本当に。で引っ越しして、仮住まいに入ってる時に、夜奥さんが、ちょっとお父さん話があるな、あ、これはバレてるなと思って、ちょうど金日成首相が死んだという臨時ニュースが流れてる夜だよ。で、変な趣味があるでしょ。ああまあこれはしょうがない。で女装クラブなんか行くと、そういった時のためのまたレクチャーみたいなものを受けるわけ。あ、そうなんですね。そう、もうその通り話したんだけど、ゲイとはやっぱり間違えてるわけ。なんで私と結婚したんだみたいな。あ、はいはい。いや私はゲイじゃないから、って言っても信じられない。あ、じゃあ女装クラブ来いって言って一緒に引っ張っていったわけ。説明をして納得はしたんだけど、やっぱり生理的に男を女の格好するのは嫌だと、九州の人だから嫌だって言うんで、いやもう家に隠してあるだろう、女装のものは全部子供たちもいるし、教育に良くないから、出してくれと、待てよと、こんだけの荷物を貸しロッカーに、その女装クラブの貸しロッカーに借りるんだったら、近所にアパート、4畳半1軒借りちゃった方がいいやつんで、4畳半1軒持つわけ、別宅を、だって奥さんはそれもうね、家から出してくれ、それから今度別宅秘密基地を持つ生活を入るんだけどね。なるほどですね。で奥様の目の前では一度たりともこの学校を見せたことない。あ、そうですか。で、ある日突然、裁判所から呼び出しがあって、
庭裁判所から出頭せよという、うん、奥さんが離婚調停を申し立てたんですね。行きまして、うん、そしたら、いや奥さんはもう別れる気だけど、うん、まあ一応まず調停、うん、調停員が奥様に一人、私の方に一人ついて、うん、両方の話を聞いて調停員同士で話し合って、うん、また持っていくから本人と奥さんと私は会って話をすることはないわけ、うん、で調停員同士で話して奥さんはこう言ってるよ、旦那はこう言ってるよってことで調整しながら6回受けるわけ、毎月1回ずつ、うん、半年で、はい、で最終的に合意すれば離婚調停になるし、うん、ダメだったら裁判にかかる、あの子供の親権をどうするか、うん、でどういうふうに暮らすか、うん、で母親の方に、うん、母親の方の席に長男と三男が移って、うん、で次男坊の席が私の方に入って、うん、で住むのは長男と次男坊が私のところで住んで、うん、三男だけは母親の方で住んで、うん、で普段の生活はもう母親の家とうちの家とはもう自由に行ったり来たり、男の子さん全部男なの。あ、そうですか。全部男で、その女装についてはどんなご意見というか、長男はね、うん、あ、いや3人とも全部もうしょうがないねとい う, うん、で長男は結婚してるから、あまり娘には娘がいて、はい、教えたくないけどももう知ってはいると、うん、はい、で次男坊はもう親父のそれはもう何だっけ、ビジュアルだから、うん、しょうがないねみたいな、うん、で三男坊はもう親父のそれは病気だから、うん、で三男坊が一番あれかな、うん、いろんなイベントやったりするときなんかでも来てくれて、手伝ってくれて、キャンディーさんあの有名ですからね、もうこっそりっていうわけにもいかないですものね、テレビとかメディアにも随分でご紹介されて、奥さんと別れた後に、うん、別れてるあの恥ずかしくってしょうがないというくせに奥さんね、うん、はい、酒飲むとね、うん、うちの親父がこうでって自分で喋ってるのよ、自分で喋らなきゃ分かんないのに、キャンディ様がその離婚を、うん、あの考えてらしたことはキャンディさんは知らなかったんですよね。で初めてその、うん、知った時には、うん、びっくりされてショックだったです。まあショックだったけど、まああのね、女装が原因じゃないんだよ。女装が理由になりきっかけになったけど、女装が原因じゃないというね、私自身が原因だというのは分かってたから、もう子供さんにあれして、でそれぞれ子供が自分の考え持って、で子供に障害ないんだったら、まあもっと自由に、お互い自由に、だって慰謝料もいらなきゃ、あの教育費もいらないっていうまで、嫌だと思ったんならもうこれはしょうがないよなという、奥さんには非はないよなという気があったんで、何年ぐらいご結婚生活は続いたんですか。15年ぐらい、15年の結婚生活、で今子供40だからみんな、あ、そうですか。もうね、その離婚された後にキャンディさんはまた好きな方とか何かそういう再婚しようかななんてことはなかったですか。はなかった。もうね、ゴリゴリ、めんどくさいという、めんどくさい、一人暮らしを経験しちゃうっていうと、楽なんだよ。ああそうでしょうね。でもね、自由ですものね、ずっとね、大事ね、モテない、モテない、もう女の人にもうちょっと試しがない、本当、男の方に逆にモテることは、男の人にモテる、いや言われるもん、お前男の方がかっこいいぞって言われても、なんか男性がでもこうやって女装してると勘違いしてそのねえ言われたりすることないですか。いや、な、もうないね。キャンディさんがじゃああの今一番楽しいこととかこれからもっとしていきたいことってもう就活入ってるから、もう多分ね、長くは生きられないんだよ。あのもう確実に進行してる病気もあるし、そうするとやっぱりね、一日一日大切っていうのが、ああこういうことなんだなっていうのがあって、美味しいものを食べ、あまり辛いことからは逃げ、快楽だけにひたすら生きていこうという、
風には思ってはいるんだけど、うん、大事なことですよね。キャンディーさん、の、以前本を出版されてましたよね、うん、あの遡るとね、うん、小学校の頃に一番なりたかった職業は新聞記者だったの。新学期になったりすると委員を決めるんで、はい、立候補者あった時に誰もいないのに一人でやる、はい、新聞やります、うん、そうするともう新聞係はっていうので、はい、壁新聞作ったり、わらばん次第まで新聞作ったり、はいはい、でもう小学校で中学校では卒業文集を作り、うん、新聞を作りで高校、昼間の高校行った時には、うん、今度タブロイド版ってその新聞と同じ、うん、で同じ大きさの新聞を編集するようになって、うん、でそこは結構ね学校の新聞国力かなんかで入場するようなすごい新聞部で、うん、取材の仕方から何から記事の書き方も WJ1 始まり、取材のアポの取り方から何か高校時代でものすごく勉強できたんです、紙面の作り方が、でもともと印刷にも興味あって、うん、いきなり、高校卒業して入ったところは印刷工場だった、でご自分であのその奥様と印刷会社を立ち上げられるんですね、印刷の中で一番お金がかからないで、一番そのこじんまりと開業できるのは半下っていう仕事なの、郵便社の名前を見つけて開業するわけ、この郵便社がまた後々、雑誌ひまわりという、素人の女装同人誌を作るときに役に立つ、うん、その頃はね、まだまだ素人の女装っていうのがあんまり知られてない時代で、こっそりやってる人たちがいて、で一つはもうすでに私が行ってた女装クラブで、同人誌が出てたの、はいはい、それはお店のお客だけの情報なの。あでそれだとそうじゃない、日本全国にいる人たちの声を集めたいなっていうんで、私はひまわりという雑誌を作るわけ。そんなに儲かったんですか。もうだっていくらでも売れるんだもん。本屋さんも全国販売の、あのその頃って表舞台は日版と東版というところであるんだけど、もう一つ裏の本みたいなあれはまた、成人本を専門に扱っている問屋があって、はい、そこも全国展開やってくれたわけ、そこの問屋さんが扱ってくれて、一応全国販売できたわけ。いやあの時にはね、景気が良かったですか、それが何年ぐらい続くんですか。ね、やっぱり10年だね。でも10年ってすごいですね。でも18年間発行し続けるわけだけど、で後の本になるともうあれですよ、あれ SNS、ミクシー、はいはい、これが出てくると同時にこう日本の出版界全部がこう落ちていくわけ。あ、なるほど、そうですよね。もういらないんで交流する媒体が雑誌だっけ、もう数の場でできるんだから SNS は。された後もご一緒に奥様とはやられてたんですか。いや、もう、あのね、奥さんの離婚調停が成立した頃に、商売の方もうまくいかなくなってて、バブルの弾け方もあるし、私もだらしないのもあって、頃になって、夜出稼ぎで働きに出た、それが羽田空港だった。で夜羽田空港で働いて、昼間はこの印刷の仕事の方やったんだけど、だんだん羽田空港の方がこう定期的にお金が入るじゃん、はい、いればいいんだから、まあ、極端なことね、はい、で羽田空港の方に行くようになって、1日か2日、普通は3日、3日が4日になり、もう最後は事業を畳んで羽田空港の方の仕事を結局25年間やることになる。あ、そんなに長く。そうですか。長かったね。でその間で完全に奥さんとも別れたんだけど、サラリーマン生活25年間。でも会ってたんでしょうね、きっとね、それだけ続けられたっていうことは。飛行機が好きだったの。意外ともう本当の本物の飛行機触れるぞって言うんで誘われたんだけど。なるほど、そうですか。行ったんだけど、まあ
また壺にはまるというんじゃないけど、うん、みんなと一緒にチームワーク踏んでっていうのはあんまり得意じゃないんだけど、一つだけいい職場があること、うん、みんな嫌がる、へ、何なんですかってぜひ返してください。お前うんこ大丈夫かって、いやうんこは、うん、何なんですかって、いや飛行機からお水を抜き取る作業があるんだよ、それをよろしくください、失敗したら大変だぞって、失敗したら悲惨だぞって言われて、うんうん、でもその時には、うん、手当てを出すとか言って、何の意味か分かんないんだけど、うんうん、でそれからもう清掃会社入ってすぐ汚水処理専門のチームで運転手と2人だけでこう作業するようになったら、面白いんだというシステマチックな環境の中でシステマチックな仕事をこなしていくという、うんうん、面白かったな、25年間。25年間、その間にその失敗っていうのはあったんですか？もうあるよ、例のかぶっちゃう。ありました。400リッターの水をかぶるってやったもん。口開けてると口に入っちゃうんだから。胸元のところにバーって入っちゃうんだから。で全身ズボンまでバーってお水まみれ。なんかそれは外れちゃうんですか？そうかもね、うん。トミリのダクトをガチャンとくっつけるんだけど、うん、外れるのよ。勢いよくバーって出た時に、うんうん、そのクリップがガチャンと回ってストンと落ちると、うん、で逃げなきゃいけないのに、やっぱり本能的にそれ止めようとするんだよね、うんうんうん、止めようとしてまたダクトを持ってつけようとするから、なんかあるでしょ、朝5時起きたら手がしびれるわけ、どうも手がしびれてるな、おかしいな、うん、で朝の5時から8時まで仕事をやって帰るんだけど、どうも無理を超えるもんちょっと、文字が書けねえよ、うん、とお前なんだよ、いやじゃあ書類書いとくから帰っていいよとか言ったら、悪いねとか帰って、うん、どうもなんか調子悪いんだよね、うん、だから今日そうだ、痛風の薬取りに行かなきゃいけないんだ、うん、ほんで診療所行って、どうしたんですかって言ったら、いやちょっと手がしびれるんですよ、うん、あそれは大変ですねって言ったら、いやちょっとマジが出るんですよって言ったら、診療所の先生が顔色変わっちゃって、うん、ちょっとちょっと、こんなのマジだって、うん、お前本院の方行け、電話しておくから、うん、なんですかで本院行ったらもうストレッチが用意されて、うん、寝かされて、トンネルくぐらされて出てきた時にはもう、はい、入院です、多分脳梗塞です、で手術をするかしないか決定するから一晩だけ止まってね、なんか手術するか薬で溶かすか、血栓をするか決めるから、でパソコンでもって全国の医者とつながってるから、名医と、うんうん、あの若い医者だけど大丈夫だから、で朝になって、うん、その間にね何回もね「昭和さん昭和さん」呼ばれるのよ、もううるさいな、はい大丈夫です意識ありますよとまた呼ぶわけ、そしたら、いやその間が1時間2時間意識不明になってる、3回ぐらい意識不明になってるんですよ、うん、でもこっちはその意識なくて、うん、なんで今返事したらまた、うん、そう、本当に診療所の先生が脳梗塞だなって思って本院の方に連絡してくれなかったら危なかった、うんうん、そうですね、それは緊急手術になったんですか、じゃなくて結局薬で溶かそうと、でその時に言われたのが、薬が効く体質だね、で酒もタバコもやらないんですって言ったら、いや体質の問題だと、これはもう親からもらったもので、あんまり酒タバコ関係ないんだって、あそうなんですね、親からもらった体質だからありがたく、そういえばうちってみんな脳梗塞やらくも膜下なんだよ、がんは一人もいないって話聞いたら、あじゃあそうだ、そんで1ヶ月入院して会社行ったら、脳梗塞と心臓病はダメだと、再雇用できないからやめてくれって、そうですか、その時に担当者が、大田区にはシルバー人材センターってとこがあるから、そこ行って相談したらって言うから、ボランティアだろうと、ボランティアじゃ行ってもしょうがねえやと思いながら、まあ、ボランティアでもいいから登録してみるかって登録したら、さっと掃除の仕事があるんだけど、学校の掃除を紹介してくれて、それがまた週2日か週4日になり、週5日になり。そう
2回目の方が怖いから、うん、2回目は絶対起こさないようにしないといけないっていう、うん、残りの場合は、うん、その普段から気をつけることっていうのはどんなことなんでしょう。やっぱり食べ物、食べ物、うん、食べ物、痛風あるから気をつけてはいかんのよ、うん、だからやっぱり塩分をやめやって言われるんだけど、うん、これからの目標っていうのはあのお体を元気に、うん、やっぱりそのあとね、うん、3年持ってほしいんだ。あと3年間はね、うん、重たく、うんうん、これちょっとね、いろいろ行き先があってね、うん、同等教育を訴えて区議会議員に立候補しようという。あ、そうなんですか。いいでしょ、同等教育を訴えて。何なのかって言ったら漫画の力で、漫画の力で同等教育を、うん、できたらキャンディキャンディなっていうのはいい、いい、いいですよっていうのを訴えるためだけに選挙出ようと思って。選挙に、うん、だからあの同等教育は漫画の力 で、うん、で漫画の中でもキャンディキャンディいい本がありますよ、おすすめしますよと訴えるだけで、うん、もう経済の問題、社会の問題、うん、そういったもの一切やりませんっつって、それはもう偉い先生任せて、うんうん、だって同等教育って言ってさ、ね、物事の根本なんだけど、うん、それをやるとしたらもうほら各政党のイデオロギーがあって全部ダメじゃない、うん、でもやっぱり教え物的には動物はね、愛おしまなきゃいけない、人を殺してはいけない、嫌なことしちゃいけないっていう根本的なものってやっぱり教えなきゃいけないんだから、うん、それが価値観によってちゃんと体系立てられて教えられない状況じゃん、うん、だったら漫画の力ができたらキャンディキャンディの中には、うん、あれはもう内容的にも子供が育っていく上で必要な栄養素が全部あるから、うんうん、それをまたあのテレビでもね再放送してほしいですよね、うん、その問題ももしも、うん、変わった女装のおじさんが、うん、わーわー言うんじゃなくて、繰り返しっていう肩書きがつくと、はい、また一歩進めるんじゃないか、うん、どっか行って訴えるにしても登壇者に乗り込むにしても、うん、そのために肩書きが欲しいの、うん、2023年の都議会選挙に3000票取んなきゃいけないよ、うん、ぜひあの頑張っていただきたいですね、うん、頑張んないけどね頑張んないけど、うんうん、きっとでもあのキャンディさんのファンも多いし、うん、あの皆さんの後押しがかなりあるんじゃないですか。最初はね、うん、もう家族も不安だったんだけど、それはお前の生活不安だって言われて、そっちの不安だったから、一石を投じたいんだよ、著作権したものになって、本来文化であり、読者が育て上げ、上げた一つの文化がさ、著作権というものの制作者側の都合でもって封印されてしまう、奪われてしまうという、その理不尽さに対して、著作権があるなら読者権というのがあってもいいんじゃないかっていう、体を大切にしながら、ぜひそのキャンディさんの夢を実現させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、本当に今日はあのお暑い中ありがとうございました。編集は大変なおしゃべり頑張ってください。楽しい、ありがとうございました。